ハゴロモギク族は、ヒクカノ族の一つ。学名より、アークトチス族、アルクトティス族とも。ハゴロモギク族の種の一部には、分類体系によって、ベニニウム族として別にされるものがある。アフリカ南部に40から50種分布し、反対肝性の一年層または短命な多年層で、ガザニアと近縁の植物である。茎や葉に、ビロード状の白くて、 柔らかい毛が生えているものが多い。葉はね醤用のみのものもあり、茎につく葉は五生し、柄があり、うじょうの切れ込みがある。花は普通春先だが、園芸種の中にはかなり長く咲いているものもある。褐色は黄色やオレンジ色が多く、白やベ紅色もあり、絶情花の付け根に蛇の目模様が出るものもある。晴れた日の日中にのみ全開し、 曇りの日や夜間は半壊、または閉じている。学名はギリシャ語に由来する造語で、熊の耳を意味し、寒毛が種子を覆う状態を表す。現在販売されている種子は、寒毛が除去されたクリーンシードなので、普通に巻くことができる。団地では、秋分頃が巻き時だが、ファスト大は9月5日頃までに巻くと、花の少ない陶器に切り花が得られ重宝する。 日当たりと排水がよく、ややアルカリ性の土でよく育つ。ありがとうございます。